それでは、ここではサポートのデータセットを使って、解析を進めていきたいと思います。ですので、このサポートの XLSX というのを読み込んでみてください。読み込まれたら、3部図の方で、今日何をやるかというと、ミーンブラッドプレッシャー、平均的な血圧ですね。これ ICU に入院した患者さんのデータで、入院して3日後のデータを使って、予防を、データを解析していきます。で、これ私サポートと今日もデフォルトではなくそのまま名前を付けていきますので、これ後でねプログラムでちょっとコピペをされるときに、ここ私と同じデータセットの名前じゃないと動かなくなることがありますので、ここサポートと名前を付けてください。このサポートと名前を付けるときに R は大文字小文字漢字しますので、どこを文字にしたかというところも気をつけてください。で、私が一番最初大文字で、これ別に全部小文字でもいいんですけれども、たまたま今回は大文字でやってます。で、これで OK。入りましたら、散布図を、まず書いてみましょうということで、この散布図のところで、リニアリグレッションになりました。リニアリグレッションでグラフが出たと思うので、連続変身の解析で、線形回帰にしていただいて、たくさん開けてますね。はい、サポートのデータ入ってましたね。これでリニアリグレッションをやってみます。どうなるか、ね、まず見てみましょう。で、アウトカムが入院日数 SLOS という年数を選んでください。トータルの入院数。で、ミーンブラッドプレッシャー。これですね。一年変数がこれと。で、はい。で、OK。押します。あ、グラフ出してくれなかったか。さあ、散布図やりますね。散布図はこれ X がこっちなのでね、よく間違えるんです。こっちが X、こっちが Y なので、こっちが S、L は S。で、最小事情直線というのを選んでいただくと、リニアリグレッションのところにピッと直線を引いてくれます。で、まあこんな。で、ここに、ちょっと横で横断しないですか、この線があって、で、この線の傾きが0と等しいかどうかっていうところで、このピーチを出しているんですけれども、ですね。ですので、ここですね、ミーンブラッドプレッシャーのところのピーチっていうのは、これ見ると N が結構大きいですので、有意差が出ています。なので有意差を持って、ミーンブラッドプレッシャー、平均的な血圧が上がれば上がるほど入院日数が増えると
という結果になっています。でベータのところももうちょっと分かりやすいように説明しようと思えば、これですね、はい、で式は接辺が 9.83 で傾きが 0.089 なので、平均のブラッドプレッシャー、血圧が1上昇すると、入院日数が 0.089 日上昇しますということで、ここ有意差がありますと、ね、いうことになっているんですが、本当にそうでしょうか。本当に、上がれば上がるほど入院日数が、血圧が上がれば上がるほど入院日数が上がっているのかということになります。もう2%の変化を見ちゃう。その方の数値がどうですか。どこを見ても同じですよね。線形に上がってるっていうのはどこでもいいから、とにかく1ユニット増えれば X が増えれば Y がこんだけ増えますよっていう結果になってます。でこれ本当にそうかなと、ね、これで論文を投稿される前にちょっと考えてくださいということで、はい、で実は答えはね、どんどんまっすぐじゃないんですよっていうことなんですけれども、でこれを今日ねじゃあどう解決していこうかということになります。でこれまあ実際に図を見ていただくとどうでしょう、外れ値が結構あるんですね。だからまず解析をする前にアウトカムの変換が必要かどうかだけちょっと見てください。だから結構これ外れ値あるなと、入院日数かなりね200日とか230日とか40日とかすごく高い人がありますので、この人たちの値で振り回されたくないと、なのでちょっと変換しましょうよということで、まずアウトカムをログ変換っていうのを行います。そうすると高い値がぐっと低くなりますので、データとしてはこんな感じことになります。でこれを使って変換した後のデータを使って次に進んでいきたいと思います。で、変換、そうか、レクチャーノートを変換する前で説明してますので、ちょっと待ってくださいね。変換をする前でプロットすると、こっちですね、すいません、ハイドにしてますね。ここのスライドショーでハイドを外していきます、ね、はい、ハイドを外しました。でこれで見ていただくと、変換をする前の、はい、データはここですね。ニューグラフプレッシャーを連続ではなく、カテゴリー化するともうちょっと分かりやすいグラフが書けますけど、カテゴリー化したくないんですよね。グラフにするためにはしょうがない、非線形のグラフにはちょっと簡単に書けない。通常の統計ソフトはどんどんまっすぐやるか、それをちょっと切って平均のグラフにするか、その2つの方法しかないので、やりたくないんだけれども、血圧を50以下、50以上75、70以下になって、さっきの120、120以下で、150以上のところで、グループに分けて、それぞれのグループで平均的な入院日数っていうのを棒グラフで表しました。これ EGR は、エラーバーがプラスマイナス1の表示なので、SE になりますと、そうするとですね、感覚2にしたくて、プラスマイナス2の解析をせずにこちらでズドンと線を引いてしまうと、どこからどこでもいいから位置上昇するごとにこんだけずつ増えますよっていう間違った結果になってしまいます。なので通常の統計ソフトでは今から皆さんにお見せするようなですね、この非線形の、ね、美しいグラフというのが得られません。これができるのは R と、まあ、スターター、これ実はスターターで作っているさすがかなりプログラミングが必要ですと、ということになりますので、通常、この線形で解析をしたくない場合にどうなるかっていうのがやりたくないけどカテゴリーにしようということになります。でここで、カテゴリーを使って次何をするかというと、ズドンと線を使って先ほどのあの場の解析を何人目の人を使って
じゃあこの解析をしてみましょう。でまず、mean blood pressure をカテゴリー化するという操作をしなければいけません。でここ一緒に、カテゴリー変数を EGR を使ってやっていきたいと思います。でこれね、もちろんこの R のコンソールのコマンドラインでグググググってプログラム書いていただいてもいいんですが、なかなかプログラムコマンド覚えられないので、とりあえずこっちで、EGR の方でやりましょう。で EGR の方はこのアクティブデータセット変数の操作というところに、この連続変数を指定した位置で3群以上に分けた変数を作成するというのがありますので、ちょっと長いですけども、これを選んでください。で、ここで、mean blood pressure というのをオリジナルの変数として、新しいカテゴリー変数を作っていきます。はい。で、これ、まずハイライトをして、ここをタイプしてください。これ忘れたらまた1から入れ直しになりますので、で1値というのは50、どこでカットするかと、カット値ですね、50と75、これ別に私25で切りましたけど、20で切りたいという人は20でも構いません。まあ、一応宿題はこう25でということに、提示して増やりましょうか。25ずつ増えるということで150と。で、これ後から見てどのグループだったかなっていうのが分かるように、ここラベルを入れておいてください。そのうちにね、もうこ私これ何回もなんかタイプし間違えて、もうそのうちにもうコマンド書きたいなと思い始めたんですけれども、125から2つ削って、で、150プラス。はい。で、これで1チームのところ、ここですね、例えば、50と、ここで、この50がどっちに入るかっていうのは、この以上にするか、大なりイコールにするか、大なりで選べますので、この場合以上ですので、50から75のところに50が入る。75から100に75が入るというふうに、こちら以上の方を押してます。全然50でいいですね。できるだけ。で、これができたら OK を押してください。ここ押す前に確認してくださいね。これ1個でも間違えてたら、全部消えてしまいますので、また1から入れ直すとなります。はい。これで動きましたよ、ということで。で、これ見ていただくと、57のカテゴリーに57、50から75まで残念になってます。75から75まで入ってますよ、というふうにカテゴリー化できました。で、データセットを見ていただくと、こんな感じでデータが入ってます。ね、一番最後の行に、こういう感じで入っています。で、これを使って、解析を行っていくということで、先ほどのリニアリグレッションですね、線形対比のところに行って、アウトカムが、はい、そうか、これログ変換しましょうということになってますよね。ログ変換、それも作りましょう。変数の操作で、連続変数を対数変換すると。でここで自然対数にして、ログ P。アウトカムをログ変換にやりますので、S の LOS を選んでください。でこれで準備ができました。ログ変換をしたアウトカムで、リニアリグレッションを用いながら、アノーマルの解析をやっていきます。はい。で、ここに、mean blood pressure チャット。で、これね、連続変数を1に変換するっていうことをやってないんですが、これ、カテゴリーが1、2、3っていう連続変数ではなく、50から75とか75から100っていう2文字列が入ってます。で、自動的に因子が入っているファイルが出ています。なので、因子に変換っていうステップは飛ばせます。そうじゃなくて、1、2、3っていうカテゴリーがあれば、あそこの人にもう一回やってっていうことになるんですけれども、で、このまま入れて、で、ここをクリックするということです。3レベル以上の因子について、その因子全体の数値の計算。これがアノーバ。全体を一気に入れるというか、これでやりますので、これをクリックしておいてください。
で、もうこれが用意できたら OK。はい。で、これをやることで、先ほど前回1個しか出ませんでしたね。自分は5点歩いてますから、傾きは1個にからないただきたんですが、今回は2時になってますので、このような結果になってます。で、これを見たときに理解しようと思うと、まずここに現れていない対象の何かっていうのを探してください。ここに現れていないのは、5分未満っていうグループがありませんので、ここに書いてあるデータは、それぞれのカテゴリーを50未満のグループのアウトカムの平均値と比べた場合の、ボンテローニで補正、耐久性の補正が入ってきますので、全体で見てください。で、ここの P バリューです。で、これ一気に、グループの変化、一気に同じかどうか見た P バリューが、これかなり小さくなってきますので、リジェクト、棄却します。つまり、どっか一つのグループで、平均、アウトカムの平均が他のグループと違う。で、つまり、この対策をするときは、もう、体重性の補正はまあしませんということで、そのまま言っていただければいいと思います。で、これで、50未満のグループと比べて、それぞれのカテゴリーの、ここの差っていうのがここに書いて、で、ユーザーがここに表されております。で、これをグラフで書くと、先ほどのグラフに、これちょっとログ変換してないグラフですけれども、皆さんの論文には、こんな感じで表記。ここで、やはり、端の部分は根っこにしたくないと、真ん中にしたいという場合があるんですね。ノーマルな人の値を、ただ1秒するんで、今日の真ん中の人の値を、半径にしたいんですよ、という場合は、どうしましょうか、ということになります。で、その場合は、ダミー変数を先ほど、作り出したように、こちらですね、ダミー変数を作成するとしていただいて、で、ここで、ここですね、mean blood pressure cat でダミーで作成していただくと、ダミー変数を作っていただければ50未満も含めて全部01出してくれるんですね。で、そしたら参照群にしたいところだけ抜いて、あとのを全部バッて入れてもらったら、自分のやりたいところが参照群に置ける。これ何？ああ、連続で入れ、あ、それでか、2万を入れたからですか。なるほど、それで出なくなった。ということは、ここですね。ここですよね。ここを、1、2だったらいけたのかな。ちょっと私やってみますね。皆さんが休憩してみておいていただいたらと思うんですが、これで、やっとで、これですかね。これですかね。で、OK にして、あ、タッと2にしておきます。ジャスミです。で、タッと2にして、これで、ダミー変数を作成する。タッと2。あ、これでいきましたね。で、データセットを見てもらうと、ここに01で、最後、ここ入ってますよね。で、これで、リニアリグレッションに戻っていただいて、
れはね、一番ちっちゃい、一番下のカテゴリーを自動的に参照群とみなすんですけれども、そうではなく、自分で決めたいという場合は、ここ、参照群、抜かれたものが参照群になりますので、1,2,3,4,5,6 とあって、3を参照群にしたいという場合は、3を入れなければいい。ですかね、はい、で、これで、OK としていただければ、はい、3を抜けられますからね。で、ここですね、ここに、これが同時代の値は、一番下の1のグループで、3のグループを比較した時の分担になります。2と3のグループの分担、4とか6とか6とか、で、このように、まあ、手探りになりますけれども、参照群を変えるっていう。これを論文なんかでね、ちょうど真ん中のところを起きてみっていうようなことも、ノーマル正常値をっていうような場合もありますので、そちらもできるようにしておいてください。はい。大丈夫ですか？操作が入ります。はい。で、そうすると、まあ、この場合はね、これが最終的な解析で、これを論文に投稿していただいてもいいです。こういうようなグラフを載せている論文ってたくさんあります。これでもいいんですが、ちょっとエレガントできませんかということで、次は、はい。まあね、この場合はね、一つ難点は、先ほど、あの場で全体を見たときに優位差が出たから、ここを補正しなくても、ボンテノールでね、何回もこう、ピーって計算してます。この場合5個あります。5個あるから、もう 0.05 じゃなく 0.05 を5で割ったものよりも小さくないといいと言えないんじゃないのっていうね、多様性の問題でも起こってくるんですが、通常グローバルで一気に見て優勝できるからこうやらなくていいと私は言ってるんですが、それでもやれって言われる場合があるんですね、ビビアによっては。なのでやはりたくさんこの研究をやってしまうっていうのは困るかなというのもありますし、まあ、読者がこれを見て理解しやすいかどうか、このグラフとこのグラフ、どっちが理解しやすいと思いますか？これが非線形の理由です。自動とした線形ではなく、ギラギラギラっていう線形です。で、これはどうですか？印象的にあり得るなと思われますか？このグラフと、はい。で、ティーチャーズの上でね、この年数が書かれたのは、例えば、低いのがどうなんですね。結構安定すると、真ん中でした年数が低い。この解析を今度やってみます。で、大多数の人は、線形でやりたくない、ね、これで解析したくないという場合は、もう選択肢としてはこれしかないんですね。で、ソフトウェアで線形ができないから。で、今日はあえて皆さんにこちらの方のやり方をやっていただきたいと思います。で、これ EGR ではできませんので、RMS というパッケージを使って、やっていきたいと思います。これまあ、後で、説明をします。とりあえずやってみましょうか。はい。で、RMS。で、ここでね、EGR ではなく、R の母体、コンソールを使って解析をしていきますので、こっちの R コンソールの方を開けてください。大人数いっぱい出てるんですけれども、で、ここで EGR 以外のライブラリ、R にはたくさん入っていますので、でここね、パッケージのインストールっていうところに行っていただければ、RMS 皆さん入ってるはずですので、ここは、今説明だけね、しているだけで飛ばしていただいて結構です。で、こう行くと、たくさんパッケージ R に入っています。で、今日はその中でも、時間かかってますので、ザーって出てくるんですけれども、RMS というのを入れていきます。ライブラリー。これでロードできるかどうか、ちょっと見てみてください。エラーが出なければ、もう入ったということになります。
で皆さん自宅の、ね、コンピューターでライブラリー RMS って言ってありませんってディレクターがあるんですね。でその場合はパッケージをまずダウンロードするところからやってくださいということで、先ほどのパッケージのインストールのところで RMS を選んでまずダウンロードをして、それからライブラリー指定でロードするというために2ステップ必要となりますので、今回はまあ既に入っているということになります。でここで大丈夫ですか？入ってます？ RMS 動きました？動かない、カメラで動かない。まだこの部屋の動くようにしてますので大丈夫ですか？はい。でここでじゃあ行きますね。でここのね、レクチャーノートで黄色に囲んだ枠の中、ここに R のコマンドを入れさせてもらっています。でここをもうコピーペーストしたら動くようになってますので、とりあえずコピーペーストで動くかどうか皆さん確認してみてください。でそうしたらあとはホームワークのところは変数名を変えればいけるはずですので、やってます。で今このライブラリーの RMS っていうのは動きましたということ で実はこの次の2行ね、この DD のオプションズで、これは RMS というパッケージを使ってグラフなどを作るときに、背景因子、背景のパラメーターの設定ということで、これはね、もうブラインド的にやってください。これやったところで別にアウトプット何が出るのっていうのはないんですけれども、とりあえずこれをコピペして、ここですね、実際に今回読み込んでいるデータセットの名前をここに入れてやればそれだけで動きますので、あとはもうこのそのままコピペっていうのをします。でこれ R で基本的な設定になりますね。この矢印というのはこれ代入しなさいという意味なんですね。で、このデータビストサポート、これが本日のサポートというデータをちょっとこの本日まで加工して、そのアウトルートを DD という名前で保存しながら、今度この DD という名前に対して、これこのサポートを伝えられる、伝えられています。これをやらないとグラフが動かなくなりますのでね、これ結構ね忘れることが多いんですが、これで R の GUI の方に行って、はい、これでコピーペーストでいきます。はい、で、その次。で、R で、はい、今まではね、ポイントクリックで操作してたんですけれども、R はもともとコマンドベースのプログラムですので、ここで矢印は、矢印のままでもいいんですけどね、でも矢印古いので、イコールに変えます。はい。で、ここで、ビジュアルディレクターは、RMS では OMS、OMS、OMS、OMS という名前を付けて、OMS と呼んでいます。ここで、例えば Y、この Y というのが、Y イコールと呼ばれそうです。これをアベクトの編集として、これを説明編集として、このデータセットを使って、リニアルディレクターを見ますと、やった結果を、ビジュアルという名前を付けて、成立をしてくださいね、というのが書かれています。この A1 という中身を知りたければ、A1 で検索して、エンターを押すと、それまたどういうものが入っているのかなと、このリニアルディレクターの結果を見ることができます。そしてこれね、自動的にログのアウトカムをわざわざ編集として作らなくても、ここに、書いていただければ自動的にアウトカム、ログを取ったものでリニアリグレーションをやってくれます。で、ここのシャープ記号はコメントですね、このシャープ以下はいるのはしなさいということですので、まあ、自分がメモ書きでね、皆さん書きたいものをいろいろ書き込んで、まあ、日本語が書ければ日本語でね、説明を書き込んで、後でね、どういうプログラムを書いたかっていうのが分かるようにしてください。で、これも一気に私2列コピペをしました。はい。で、まず OLS でリニアリグレッションを行って、その結果を F1 という名前をつけて保存をして、F1 とタイプすることでその中身を開きますということで、はい。で、こうやりました。で、これはまだね、線形じゃなくリニアでやってます。自動と線を引いて、この線の傾きが0.00286 ということで、血圧が1上昇すると、平均日数ログというのも 0.00286 ログ日数上がる。
ではね、使用のログなので、具体ではね、ログの能力は、先生、木村先生も、試験の時は、これを実践変化として、元のスケールに戻してください。そうすると、0.002 になるというのは、指数変換をすると、これ今日の冒頭のところね、一番最初で言ったことなんですけれども、はい、これで EXP 1.0028 ということで、これどういうことかというと、平均的、ブラッドプレッシャーが1上がると、0.28% 入院数が上がりますということで、パーセントになります。皆さん論文に書いたりするときはこちらね、元のスケールに指数変換で戻すということをやってください。宿題のときは、まあ、ログで、0.0028 ログでって書いていただければ、まあ、意味は理解されてるんだなと、今日の、ね、宿題のポイントの理解はされてるんだなということで、まあ、今日の宿題では特に点は引かないでいこうと思いますけれども、ね、普通はそこも変換してくださいになります。なのでこれが今やった結果ですね。で、R スクエア、R の事情も返してくれますよということになります。で、これを、はい、でこの RMS の方は、こっちですね。で今の結果をグラフで表記するとなると、今度これですね、これをコピーして、デンシティ P というのはこれ動かなかったので消してください。このままでも動きますけれども、消していただいてコピーをして、そうすると、はい、このグラフが出ます。これ何かというと、RMS を使わなくても、こちらは統計差数でいけるんですね。EGR でももちろんいけます。で、ここを私たちは、はい、非線形にしたいということで、非線形にするやり方はどうするかというと、これも下にね、やり方書いてるんですけれども、これ見たら面白くないので、こういうのね、ここに RCS と書いていただいて、で、ここで、これの人の線、これだけですね。で、これを入れることで、今の先定になってたところ、これ皆さん、ここで直さなくてもいいです。次のスライドページに出てますので、これ、
これを入れることで非線形になります。これです。このカッコね、カッコつけてこれをやっていただくと非線形になりますよというのがこれです。ダンクね。で、非線形でやるとこんな形ビナビナビナと先ほどできるノンリニアリグレッションというのができます。ここが5人ですね。でこの辺でじゃあ谷明さんこれどうやってやってるのかということで、ちょっと前のスライドに戻ってこの RCS って何だと、ねいうことを説明していきます。これここのスライドに戻ります。で、非線形性のね、ズドンと線引きをしないやり方っていうのは、実はいろんなやり方があるんです。で一番まあ古典的なやり方っていうのは、y イコール、アルファプラス、それがね、まあ、ミンベアとベータ、bp と書きますね。bp と書いて、ここベータ1。ここにベータ2として bp の次乗項を入れる。次乗項を入れたら、ここの関係がこうなりますよね。でこういう風な非線形をやりたいという場合は次乗項を入れます。でこうではなくて、はい、こう上がって、ね、これ次乗項だとこれしかできませんよね。上がって下がるっていうのができないので、上がって下がるっていうのを入れたかったら、ここにベータ3の BP の3乗っていうのを入れると、まあまあ上がって、下がって、上がるかな、みたいな。ですので、ここですね、ここ。これ、皆さん中学生か高校生の時に習ってたと思います。これ多項式にしていけば、多項式これ何て言うんでしたっけ、多項式でいいですか？ここの3乗とか2乗とかになっていて、なんか名前ありましたよね。どうでもいいけど名前がありましたよね。だからここをどん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 複雑にしていけば、ここ4乗項とかね、入れたらいいんですよということでね、これをやろうと思うと、まあ、皆さんはこれはやりませんけれども、これをやろうと思うと、どうするかというと、手で、そういう項を作り出してくるんですね。だから、EGR だと、新しい変数を作りますっていう、こう、計算式を入力して、新たな変数を作るみたいなのがあるので、ここにね、例えば BP の2っていうのを入れて、これやりませんので見るだけでいいですよ。実際こういうね、ダサダサのやり方はいらっしゃるので、BP×BP と。あ、これ、ミンベアプレッシャー。と。で、このように、手で作り出す。そうですね。で、これを作って、OK として、で、ここのリニアリグレッションのところで、はい。説明変数の時に、ミン BP だけではなく、先ほど作り出した BP の2っていうのを入れます。そうですね。BP の次乗項のものと、BNBP。これを同時にモデルに入れることで、先ほどの、ログの S。あれ？これ皆さんね、見るだけでいいですよ。最終的には違うやり方、RCS の方でやりますので。あれ？落ちた。コントロールですかね。両方選択して、OK、になると、両方を入りました。で、このアルファ、ベータ1、ベータ2って入ってますけど、こっちが1乗ですね。さっきの A プラス B かける X、BP のそのままと、
マニュアルでできるんですね。で今のやり方だと、自助校までしか入ってませんので、あ、消せない。モデルとしては、一回しか曲がらないモデルになります。仕事もできませんね。y イコールアルファプラスベータ1の bp 足すベータ2の bp の自助で、この式を今さっき手で、bp 自助の項を作ることで、こういうレギュレーションになりました。でこれはもうこういう形の、自然形成しか見れないということになって、じゃあ3乗やろうと思うと、先ほどみたいに bp の3っていうので bp かける bp かける bp っていう項を作ってどんどん入れていく。で、これがすごくね、古典的なやり方です。で、最近は、これではなくて、RCS っていうね、もうちょっとフレキシブルなやり方をやります。で、このね、自助項とか三助項を作るっていうのは、ある程度自然形成が出るんですが、例えば、自助項で言うと、この自然形成が出るけど、一回入ったらもう一回入る。ということで開発されたのが、このディストリクティッドキュービックスパン。で、この頭文字を取って RCS っていうのを先ほど入れました。で、このディストリクティッドキュービックスパンっていうのは、3つの言葉が一緒になって、1つのワードになってるんですけれども、それ一つ一つ説明をしていきます。で、まず、スプラインって何だと。で、スプラインっていうのは、建設、工事かな。建設現場で、コンストラクションの時に、このね、曲がったような、こう、木で曲がったようなものを切らなきゃいけないっていうのまず最初にメタルで曲がらせて、それに沿って線を描いて木を切っていくみたいなね。そういう時にこのスプラインっていうのを使います。だからこういう、こう、ぐにゃっと曲がっているのがスプラインと。で、これが一つね。で、その次、キュービックというのは何かと言いますと、でここが先ほどのミーンブラッドプレッシャー。X に当たるところがここにあるとしてください。例えば、50とか100とかね、150とかっていうのがここに X 軸上であります。で、これ何をするかというと、まずノット指定というのをやって、ノット、先ほどの RCS を書いたときに、mean bp でノット3っていうふう、あ、5かな ?5 っていうふうに入ってたと思います。一番よく使われるのはまあ3かなっていうことで、ここではコンピューターが自動的にこのミーンブラッドプレッシャーを3つのノットで切ります。3つのノットに切るとエリアが1、2、3、4つのエリア、インターバルに分けることができます。で、ここでそれぞれのインターバルで実はキュービック、先ほどの三乗項を使って三乗項までの多項式を使ってフィットしていきます。なので、ここがね、ここだけでy イコール a プラスベータ1の bp のベータ2の bp の自助のベータ3の bp の3乗。この多項式をここだけでフィットします。で、ここも同じように3乗の多項式でフィットしてます。ということで、キュービックというのは3乗項を使って、3乗項のある多項式でフィットするっていうので、キュービックという名前がついています。で、その次、ディストリクティッドっていうのはどういう意味かというと、ここも三乗項でやってしまうと、実はね、困ったことが起こるんです。なぜかというと、X の端っこの値っていうのはだんだんデータがまばらになっていってしまうので、データが薄いところを三乗項でやると、結構外れ値に引っ張られて、ぐにゃぐにゃぐにゃってなってしまうんですね。なので、両側のところはデータがあんまり存在しないですよっていうことを想定して、ここは直線でフィットします。ここは強制的に直線にします。
ということで、ディストリクティッドというこの言葉は、両脇は直線でディストリクトしてくださいという意味で、3つの言葉を合わせて、ディストリクティッド、キュービック、プラスという名前がついています。で、ここでですね、このノットをどこで選んできますかということで、ノットは3というふうに指定すると、ここの 10% ある、50% ある、90% あるということで、リンブラッドプレッシャーが一番低い人から高い人まで並べたときに、10% のところにいる人の値、50%、中央値の値、90% の値で、コンピューターが自動的にノットっていうのを指定をして、で、そのノットで囲まれたインターバルに対して3乗の多項式でフィット。両脇は直線で。で、これを使って、やっていきます。で、その結果、これ、ノットが5にしてますので、コンピューターで自動的に5の場合は、どこを選んでくるかというと、これですね、5% ある 27.5、50% ある 72.5、95% あるのところに、自動的にノットを定義して、そうですね、両脇を除いた時に、これを使って、皆さんがさっきやってみたのが、こちらのやつでした。で、これね、面白いので、やってみてください。これ、5でこれなんですけどね、3に変えると、結構印象が変わるんです。3に変えると、ノットを3に変えるとこうなります。で、5に変えると、やはりノットが大きければ大きい方が、よりぐにゃ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 になりますので、3にすると5にするか、6にするか、7にするか、8にするかっていうのはね、そこは自分で決めなければいけないんですが、データの数があまりに多くなければ3ぐらいにします。で、今回はサポートのデータを非常に短くいますので、まあ5ぐらいかなということで、まあ5を使っています。どうでしょうか？動きましたか？結構、動くと感動的なんですけれど、でこれね、じゃあこう遊んでみましょうかって、これ例えば7とかにしたらどうなるか。で、7だとそんなに変わらなかったっていうね、4にするとどうですかね。あ、4にするとちょっと表情が変わりますかね。で、3にすると、3にすると結構変わりました。で、どうでしょう？ここで、やはりね、たくさんやるとね、やったたびにピーチを見て、一番優勝が出るところで決めると、そこは問題になるんです。なので、どのグラフがいいかっていうのは、まあ、3か5ぐらいですね。5以上はそれほど変わらなかったので、臨床的な判断で見てください。で、これだったらどうでしょう？この除名したときに、そういう調子があるというか、こう、すごいですね。ここは胸やすくして、こうなって、そうなってた。ここが、そうですね。ここが置いてたんですね。ここの人はどういう人かというと、亡くなっている人。大事な要素だと思われるんであれば、5の方ですよね。ここを5にして、やり直して、こっちを最終的なプロットとするかなと。なので、ピーチを見ずに、ここまでがノイシグナルだっていうところで決めてください。で、これね、やりすぎると、ぐにゃ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 となって、シグナルかノイズなのかわけがわからなくなってきますので、ノットはまあ経験的に私はまあ3か5、4、3、4、5、3か5ぐらいで、まあ3の方が結構多いかなと
もっとね、サンプル数、私が扱うようなデータは100とか200とか小さい場合が多いですので、そういった感じで決めていきます。で、じゃあ、これがね、本当に、これグラフでは非線形だけれども、非線形だっていうところに有意差が出るかどうか。グラフで確認する仕方が一つで、もう一つはですね、この F2 という結果にこの非線形モデルっていうのを入れてますので、ここで ANOVA っていうファンクションがあります。で、 ANOVA で先ほどやったこの F2 の結果を ANOVA っていうファンクションで出してくださいっていうふうにやると、ピーチを計算していきます。で、このピーチの数がありますか、スライドにも書いてるんですけれども、このように動きました、皆さん。なんとか動きました。で、宿題では、このね、SLOS というのを、トータルコスト、入院費ですね。お金に変えて、同じことをやってみてくださいというのが、まあ、宿題で出しさせてもらっています。でね、これでもちろん、これでパワポに貼っていただいて、例えばね、パワポイントに、まあ、こういう感じで貼っていただいて、で、ここに P ね、P イコール P less than 0.001 で書くと、あ、これ相関あるんだな。で、もう一つ下に P イコール less than 0.001 for nonlinear、 P for nonlinear で書くと、あ、この曲がっているのも有意差があるんだなということで、わかります。こんな感じでね、グラフに P バリューっていうのを貼って、で、論文に入れていただければと思います。で、ここで、どうですか？どっちの解析がいいでしょうか？この解析と、この解析。まあ、これはありえないかな。でも、こういうふうに線形でって解析されている場合も、論文見ると非常に多いんですね。で、こっちで解析されている場合ももちろんあります。こういうのだから、どっちがいいか。多分、この解析と、ちょっと、足首の、足首の見たというか、
になるんですが、理想的なグラフとしてはどれが一番面白いでしょうかということで、どうですか、これそうだなと思って、リニアリティハイブンドルさん、バイオロジカルなデータは、リニアのなるほどの方が好きなんだよ。なので、それでね、炎症マーカーとコレステロールみたいな関係ですけど、ピュンってまっすぐだけじゃないですかね。ああいうところまで行くと、ちょっとプラズマ化してる。で、ここまで行くとプラズマ化してる。ここまでぐらいを調子してて、ある時期をこれで強いとか。ですので、結構生物的なデータというのは不純粋になることが多いです。ということで、このようなグラフを論文に入れていただければ、かなり人目を引きます。他のペーパーやってないからね。なので、あ、これはと、統計分かってる人がやってるな。生物学的に面白いなということになりますので、他のペーパーとの差別化というのも図れて、ぜひね、使っていただきたいなと思います。で、これを見せたときに、次によく聞かれるのが、じゃあ、と、こことここに、こことここを一つ言ったらどうですか、こことここを一つ言ったらどうですか、こことここを一つ言ったらどうですか、みたいなのが伝えているんですね。未成形だというのが分かりました。でもやっぱり、ちょっとここ引っ掛け、あの場面だよね、引っ掛けみたいな、こういうのに引き出したいよと言われるんですけれども、で、その場合ももちろんできます。で、それをやりたいということでしたら、これですね、コントラストというのができまして、これをコピペして貼っていただくと、実はですね、これちょっとまたプログラム慣れていかないといただかないといけないんですが、このグラフ上で、このグラフをもとに、ミーンブラッドプレッシャーが60の人の Y なんだよね。この値と80の人の値、100、120、それぞれのポイントと40の人を比較する。60と40、80と40、100と40、120と40の比較をしてくださいというのが、このコマンドで書けます。で、これまあ、ジョイント、ここはなくても必要ですけど、ここですね、コントラスト。コントラストというのは対比較っていうね、こことここの比較、コントラストを比較するということなんですけれども、これを見ていただくと、でログを取った入院日数の平均的な差が 0.4495 日ですよ。で、そこが有意差がありますよ。40日と80日が有意差が出てません。100と40も出てません。で、40と120は出てますということで、これグラフで確認します。40と60は有意差出ます。40と80は出てません。40と100も出てません。40と120は有意差が出たということで、このグラフ上、どこでもいいんですね。これが現れる2点間の差というのも、コントラストで考えることができます。で、これをやるとね、なんでいいかっていうと、データをね、こちらの解析ですると、物理的になるんですね。もともと、患者さんの血圧というのは、どの人がいくらというのを渡してましたから、連続年数でとっても、この解析になると、微量で渡してます。ここで、検出力が高いと考えます。インスタが出にくくなりますけれども、こちらの方の解析でやっていただければ、血圧は連続変数としてモデルに入れて、このモデルを使いながら解析というのを行っていきますので、一番パワーの出る解析というのもできます。で、はい。ということでね、非線形のところは今日は以上です。これちょっとやってみましょうか。
これですね、ここ。11時22分に34円出てる、うん、おかしいですよね。あれ、ここが60、80、100、120となるはずなんですが、これは何でかな。ここですね、これだそれでね、ここ。あ、ここ、何でだけおかしくなってるのかな。目はこれになってます。11、22。なってます？なってる？おかしい、おかしいですよね。何でだろう。あとは 0.4495。0.4495 ですよね。あ、これは合ってますよね。ここだけはおかしいですね。ここがね、私家で同じコンピューターでやったら、60、80、100、120出てるので、これになるはずなんですけど、なんで今だけ置いてますかね。休み時間に見てみたいと思います。で、ですね。でこれちょっとスライドで説明のし残しがないかなっていうので、このスライドで、このね、アノーバーという、この P バリューですね、事前条件を入れたところの P バリューの説明の仕方っていうのを書いています。1、2、3っていうのがそれぞれの P 値で、もし1が、有意差があって、2が有意差がない場合というのは、事前条件はできてませんが、相関はあるって言えますので、すぐにしちゃう、リニアエフェクトがある。ノンリニアじゃない、つまりリニアだ。で、次、両方がシグニフィカント、この場合ね、やっていくと、シグニフィカントがノンリニアエフェクトがあります。オーバーオールもエフェクトがあって、ノンリニアのエフェクトはノンリニアです、ね。で、その次、オーバーオールには、有意差が出てなくて、非線形のとこだけ出ましたになると、これもたまにありますね。非線形性は確認されたけれども、オーバーオールで、ミンブラッドプレッシャーっていうのは、ミンミスへの影響がないっていう、結果に、まあ、なりますということでね、まあ、めったにないんですけれども、そういうこともありますので、でこのように解釈をしていってください。で、他に R のね、まあ、ニュースというようなコマンドということで、これも授業のね、このコースの冒頭にちょっと皆さん練習してみたいですけれども、このサポートのデータセットの中にどういうふうな変数が入ってるかなっていうふうに見ようと思うと、ディスクライブってサポートってやっていただくと、このように中に入っている変数っていうのが見れます。例えば年齢であれば、194人、患者さんがいて、372人、リリースの年齢があります。つまり、ダブってる、年齢の同じ患者さんが少し入ってます。平均が 62.77 歳で、5% より 10% より 25% より、ちょうど中央値が 64.9。四分位範囲が 52.74.66。これ、年齢間違ってないからデータチェック簡単にできます。一番小さな年齢が18歳からということで、ああ、合ってるね。ここマイナスとか入るとデータエラーが間違ってないで。ハイエットの年齢101.85歳というのがあり得るなということで、データがチェックというのができます。でこれ、R に入れると、カテゴリー変数はカテゴリーというのを自動的に認識してくれます。このように簡単に、ね、どんな変数が入っているのかなというのも分かります。でもう一つはです、ね、これちょっとうわメッシーだなと思われるかもしれませんが、ビジュアルに全項目チェックというのができるんです。でこれ、ね、何かというとヒストグラムですね。ヒストグラムをいかに数多くのヒストグラムを1枚に集約できるかっていう、これチャレンジした部分なんですが、これ見ていただくと、まあ、年齢一番ね、年齢は大体この辺に一番塊があって、ということで、少し右に歪んでるのかな、ヒットしてるのかな、でね、一番高いっていうこの辺のやつがわかります。で、性別は男性女性なので、お二つしかできませんので、で、入院日数見ると、あ、結構短い人、入院日数
ベーさんっていう、あの、ことを目標に、RMS のサービスを開発しております。で、データのグラフトっていうのも面白いことができると思います。はい。それではね、最後、今日残ったのは、ツーウェイアノーバを今度リニアリグレッションでやっていきましょうということで、これだけね、残っていますので、もう8時か。8時半、すいません。5分だけ休憩をしてください。